松阪市歴史民俗資料館では現在小津安二郎と入江泰吉展を開催しております。世界的な映画監督として知られる小津安二郎と奈良の大和寺を撮影した写真家入江泰吉の資料を展示しております。特に2人の交流があった1950年と51年の資料を本日いくつかご紹介させていただきます。こちらは宗像兄弟という映画のロケの最中に入江泰吉が撮影した写真になります。こちらは宗像兄弟のロケ中に撮られた写真になりまして、2人が出会った時のきっかけともなりました志賀直哉がロケに来た時の写真や、こちらの隣の写真は入江泰吉が撮影している様子を誰かが撮影した写真になりまして、こちらは女優の高峰秀子さんが所蔵していたものになります。当時の映画雑誌の資料も現物を展示しております。こちらは小津安二郎が入江泰吉に宛てた手紙になっております。内容といたしましては小津安二郎が入江泰吉に奈良で何かこう案内を受けたということと、あと写真を送ってもらったことへのお礼状のようなものになっております。たくさんいただきとあることからかなりの枚数写真をもらったようなのですが、残念ながらどういった内容の写真を受け取っていたかは分かっておりません。こちらは上の作品がアスカの耳なし山を撮影した入江泰吉の写真になります。下の2枚は小津監督の爆臭から切り抜いたものになりまして、同じくアスカの耳なし山をバックにしてラストシーンの写真になります。51年の爆臭の作品の約8年後に撮られたのが入江泰吉の作品になりまして、入江泰吉この写真を撮影するときにおそらく大津監督の爆臭という作品を念頭に置いていたのではないかと考えられます。右手の写真は奈良の耳なし山の先ほどのカットのちょうど反対方角に近い方向を撮った写真になりまして、花嫁の一行が麦畑の中を歩いていくというシーンになります。小津安二郎と入江泰吉展は9月の25日日曜日まで松阪市立歴史民俗資料館で開催しております。また7月の17日の日曜日には松阪市文化財センター第3ギャラリーにて小津安二郎の爆臭の上映会とそれにちなんだ講演会を開催いたします。ご興味のある方はぜひお越しください。